ついてない。もうついた。ついてない。ちょっとね、洗濯物が映りそうだったからね、こっち動かしました。はい、こんにちは。今日はですね、このホンダのエンブレム、タイプ R 用は赤いんですけど、これもう結構年数経ってるんで、もう色あせちゃってるんですよね。ピンク色になっちゃってる。これをちょっと DIY でリペアしてみたいと思ってます。このエンブレムのリペアはですね、いろんな方挑戦してやってる人いるんで、まあ、検索してみたら出てきますんで、まあ、見てみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、タカポンはですね、サクサクっとの流れでも、やり方っていうよりも流れでも紹介できたらなと思っているところです。さあ、どうやって外そうかな。どうした？いつの時も風はイラつく。魚釣りしてる時も何でも風はイラつく。はい、これはスプレー式の糊剥がし、雷神。これはいいよ。一家に一本あるといいかも。あんまり強引にやると周りのメッキ傷つけちゃうんで、周りのメッキと相談しながら端っこから入れるのがいいのかな。よいしょ。あー、指入った。あんまり無理してやるとマジで割れちゃいそうなんで、糸通して。あー、運の一発で切れるし、これもうちょっと強いやつ持ってきて、これでギーチョギーチョ。あー、一瞬にしてここまで来たらもうこうやっていますよ。これで外れた。結構頑丈なのでくっついてますよ、これ、うん、まあ一応取れましたよ、うん、手こずらせやがって。ミシン糸で取れるわけねえよ、こんなの。じゃあここ綺麗にしていきます。糊を溶かしていく。まあどうせ隠れる部分なんでね、刃物当ててないともう仕事になんない。よし、あとはまあパーツクリーナーで。はい、取り外したエンブレム、今からね、このエッジを抜かした銀色の部分をペーパーを当てて剥いでいきます。ひび入っちゃったけど、まあ塗れば目立たなくなるんじゃないかな。エッジには絶対傷がつかないように。はい、まあこんな感じになりました。たって今からマスキングをして塗装になります。こんな感じで、さあ塗装していこう。はい、今回私が用意しました塗料は模型用ですかね、ミスターカラースプレー、メタリックレッドの色をチョイスしてみました。と赤は赤でもちょっとメタリックの入った赤でシャレ焦げさせてみようかなと思ってます。1回目、まあ乾燥待ってる間にですね、水垢でも除去してみようかな。まあ歯ブラシにコンパウンド綺麗になると思うんですけどね。汚い歯ブラシだ。磨いていく。はい、しつこいんでちょっとペーパー当てて水研ぎです。また上すのか。はい、とまあ少しは小綺麗になったかな。はい、次2層目です。はい、3層目。はい、4層目でね、もうしっかりと塗っていっちゃっていいんじゃないかなと。はい、これでしばらくじっくり乾燥。結構乾燥早い。模型用のスプレーって乾燥早いのかな。30分ぐらいしか置いてないですけど、まあ念には念をで私は置くんですけどね、時間を。塗装の場合は時間を置けば置くほど平行に近づく。100均に行ってきました。はい、近所のウトシティでですね、100均があるんで、乾燥を待ってる間に買い物をしてきました。一番欲しかったのはこの両面テープ。さあ、もう2時間ぐらい置いたんで完全に硬化してるでしょう、これは。これを、メタリックが入ってるんで、なんか銀色っぽいけど、まあしょうがないよ、塗っちゃったんだからね、これで。ほんとここひび入っちゃったけど、メタリック入ってるより、ソリッドのレッドにしときゃよかった。
まあもう二度と剥ぐことなんてないでしょうから、がっつりとつけてはいきますけど、メタリックじゃなくて赤にしときゃよかったな。はい、これでね、ここに脱脂をして貼っていくだけです。なんかな、メタリックだったからいけないのか、なんだかなーな感じだけど、メタリックレッドっていうのがいけなかったかな。あんまり変わってない、ピンクっぽくなってる。赤にしとけよかったな。こりゃチーンだな、こりゃ。なんということでしょう。色あせた赤を塗ってしまった。メタリックレッド、微妙な色だったな。ここはね、おとなしくね、ただのね、レッドの方が良かった気がする。まあ線よりはマシかなですね。均等に色あせた色になった。言われなけりゃね、旗から見りゃ赤ですから、いいんでないのかな。しょうがない。次回ですね、次回というか、まあ、近々ボンネットの塗装もしようと思ってますんで、スプレー缶塗装に関してはまた次回アップしていけたらと思ってます。といった感じで今日はここまでです。ご視聴ありがとうございます。